7月21日は歴史大河スペシャル、夜7時からエジプトザヒ博士の新発見、9時10分からは日中の歴史に翻弄された女たちの真実。今夜のゼロカルチャーはゼロテレビです。来週月曜夜7時放送の歴史大河4時間スペシャル、この番組は古代エジプト三大ミステリーと日中の歴史に翻弄される女性たちを追った女たちの中国の二部構成になっています。注目はこの二人です。エジプトの天才考古学者ザヒ・ハワース博士と日中激動の生き証人リコーラ。去年秋の第1弾の放送でも密着したザヒ博士がなんとまたまた歴史を塗り替えました。エジプトの天才考古学者ザヒ・ハワース博士、敏腕考古学者たちが揃うエジプト考古庁の最高責任者、考古庁長官、世界各国の著名人とも交流を持つザヒ博士。昨年11月イギリスで行われた古代エジプト展ではチャールズ皇太子ご夫妻をエスコート。そんな博士についたニックネームはエジプトのインディ・ジョーンズ。ザヒ博士を最も有名にした出来事、それはツタンカーメンの死因を特定したこと。その検証方法はなんと CT スキャン。大胆にもツタンカーメンのミイラを CT スキャンにかけ、その結果左大腿骨に骨折の跡を発見。ザヒ博士は死因がこの骨折による感染症であると発表したのだ。そんなザヒ博士が今回再び動いた。エジプトのカイロ博物館に保管されている白骨化したミイラをまたしても CT スキャンにかけることに。ザヒ博士はこのミイラがツタンカーメンの父イクナテン大王である可能性が高いと睨んでいた。すると後頭部が長い長頭と呼ばれる形がツタンカーメンのミイラと見事に一致。さらに2人の頬骨を比べてみるとまたしても一致。ザヒ博士はツタンカーメンの父イクナテン大王のミイラであるとほぼ特定したのだ。 We are going to use the CAT scan machine and DNA for example and this why in about one year from now we'll be able to know for the first time more important information about the family of Tutankhamun that everyone イクナテン大王の墓は未だ発見されておらず、存在が明らかになればツタンカーメンをもしのぐ金銀財宝が出てくるやもしれない。そして歴史大河4時間スペシャルの第2部は女たちの中国。日中激動の歴史の生き証人リコーランこと山口佳子さんの半生を紹介。70年の沈黙を破り山口さんが初めて語った思いとは。開局55年記念番組。7月21日夜7時は歴史大河スペシャル、エジプトザヒ博士の新発見。9時10分からは日中の歴史に翻弄された女たちの真実。